もちさん。食べ過ぎ違いますか？おはようございます。幼稚園に送って行って、よいしょ、ゴミ当番して、クリーニング出しに行って、今帰ってきたんですが、春休みが終わってですね、まだ半日授業、半日保育続いてるんで、お昼にもう帰ってくるんですよね。もうお昼ご飯何しようっていう感じなんですけれども、お家の中はまだ片付けられてないので、パパパパッとして、そのうちに幼稚園よりも小学生の方が帰ってくるのが早いということで、帰ってくるまでにできる家事をしたいと思います。です。子供も急いで出かけるからもうひっくり返したパジャマ。4月過ぎたんですけどね、電気毛布は終わったんですけど、あの毛布を蹴って寝るのでパジャマだけまだうろきもバンバンのぬくぬくのやつ着てます。毛布蹴ってもね、風邪ひかないからいいかなと思ったら、なんちゃことない。風邪はやっぱりどんだけ気をつけててももらってくる。ちょっとなんか事情が少し風邪気味なんですけれども、先週出した動画の方でカメラがねバリバリに言われてしまって、あの修理出したんですかってご質問たくさんいただいたんですが、まだ出せてないんです。あのスマートフォンで撮ってるんで音声が聞きにくいとかあるかなって思うので、フルテロップ入れていこうとは思います。よいしょ。長女は2年生、新2年生になって、次女は年長さんに早い。この動画一番最初に撮り始めた時なんてまだ授乳してた時だったから、どうしたもう今日ももうすぐ帰ってくると思うんですが、ちょっと掃除機だけ当てていこうと思います。早くやらないとあかんって分かってるんですけど、全然動けない。せい。これいただき物で原田のラスク出して、明日ゴミの日、プラの日なんで見捨てる。今うちたちですよね、手が伸びてすぐなくなっちゃうんですけど、最近去年 7.ちょっと痩せて2キロぐらい戻りました。はい、はい、あけるな、待って、お腹すいた？何すか？ご飯食べてないよ。いやだってさ、おにぎり出したけどさ、もう一口しか食べていかへんばってん。これじゃあそっちじゃない、こっちじゃない、何が、何あげるの？ふらふらあった、よかった。あ、そうだってさ、ママ、洗いましょくよ。うん、行くの？今度行こう。行ってきまーす。よいしょ。つまみ食い。美味しいよね、原田のラスク。最高。おいしい。次女も帰ってきたので、お昼ご飯にしようと思います。
これ何？うん、やべ、今から来るからお昼ご飯。焦げちゃうから、このまま置いといて。あ、美味しい。お茶って美味しいよね。うん。何取ったん？見してみ。お肉のなチョコ？今からご飯やから食べた後にし。あ、せーの、ドン。わーら、美味しそうじゃないですか、なって。カロリー加算。チーズが溶けるまで待つの？そうや、そしたら出来上がりやろ。それ。おいしい。これを、できたよ、一人お好み焼きパン食べる人。はよ食べ。YouTube はよ消し。はい、えらい。今日習い事やからね。ねえねえ、ゴールデンウィークどこ行きたい？遊園地か。うんち？あ、遊園地。やば、もう何でもうんちに聞こえるわ。なんだよ。遊園地な。忘れチック行ってたよ、忘れチック。忘れチックじゃない、アスレチックな。アスレチック行ってた。あー、なんか調べようか、じゃあ。明日お昼チャーハンにする？え、いい？チャーハンで。知らない。麻婆豆腐がいい人、手あげて。じゃあ麻婆豆腐。麻婆チャーハンじゃなくて麻婆豆腐ってこと？そう。じゃあ明日麻婆豆腐ね。麻婆豆腐丼は？丼がいや。麻婆豆腐うどん食べてる。じゃあ麻婆豆腐うどんじゃなくて麻婆豆腐丼。二色丼。あ、二色丼も好きやんな。うん。あ、それも入れとこう。ひき肉とにかく買いに行かなきゃ。じゃあ、ママ忘れるから覚えといて。サランラップ、卵、ひき肉な。ひき肉、サランラップ、ひき肉。ひーちくくるくるあーそれ、おいしい。おいしいな。おいしい。ごちそうさまでした。食べ過ぎ違いますか？ん？何本目今日それ。やめとき。この間発表会に出た時にいただいたチュッパチャップスの花束。ねえ、ねえ、1日1本にして。ねえねえ、虫歯やばいんよ。撮れてる？足短く見える。短く見えるって短くなったらお父さん。お父さんの足長かった。お母さんより背高いの。お母さんより足短い。いや、これ似たやろ、それ。芸術撮れてるみたいな。いらんこいてんけど、最悪。お母さんは足長いってみんなに言われてた。みんなに言われてたんですね。でも、ね、昭和やろ、これ。短いって言われてる。いやいや、パンが折った。パンが折った。あ、面白い。やっぱりそこは継承されてるわ。あれやね、幼稚園の時全員好きやで。あー、